投手の分業制が進む現代野球においてシーズン20勝を挙げるのは至難の業と言われています。1980年代までは先発投手が中4日で登板するのが常識でしたが、故障のリスクを考慮し先発ローテーションを5、6人で組み、中5、6日の登板間隔を空けて登板するのが主流となりました。15勝に到達する投手も少なくなる中、平成以降に20勝を挙げた投手はたったの7人です。球史に名を刻んだ選手を振り返っていきたいと思います。上原浩二。1999年に逆指名で巨人に入団した上原は初年度から先発ローテーションに加わります。毎週日曜日に登板することから当時はサンデー上原と呼ばれており、前半戦で新人では37年ぶりの12勝を挙げる活躍をし、5月30日から9月21日まで歴代4位タイとなる15連勝を記録。シーズン終了時には20勝4敗まで成績を伸ばし、防御率は 2.09。 1年目にもかかわらず20勝投手となりました。新人投手の20勝は19年ぶりの快挙で、上原以降はまだ誰も達成できていない記録です。またこの年には最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率の投手主要4部門を制し、新人王、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、沢村賞も受賞しています。その後もエースとして活躍を続けましたが、メジャー移籍後は先発投手からリリーフへ転向。1イニングあたりに許した走者の平均数を示すWHIPにおいて7年連続で1以下の数字を維持するなど、目まぐるしい活躍を見せてくれました。特に2013年レッドソックス在籍時に達成したWHIP 0.57 は救援投手では MLB 歴代1位の大記録です。井川圭。元メジャーリーガーで NPB では阪神タイガースとオリックスバファローズでプレーした井川も20勝を達成している大投手の一人です。1997年ドラフト2位で阪神タイガースに入団。野村監督から先発ローテーションに抜擢された2001年から頭角を現し、同シーズンでは防御率2位の 2.67 という数字を残しましたが、打線の援護がなく9勝13敗と負け越し、チームも4年連続最下位という不名誉な成績に終わりました。しかしその後の監督の交代や大型補強を行ったタイガースは2003年に18年ぶりのリーグ優勝を果たします。この時井川は開幕戦こそ黒星を喫したものの、その後12連勝を記録。連勝中は験担ぎとして髪を切らなかったため、ものすごい髪型になっていたのは有名な話です。最終的にシーズン終了時には20勝5敗、防御率 2.80 という素晴らしい成績を上げ、チームの優勝に大きく貢献しました。斉藤和巳。井川と同じく2003年シーズンに20勝を達成した選手がもう一人います。それは福岡ホークスに所属していた斉藤和巳投手です。1995年のドラフト会議で1位指名を受け入団した後、怪我や手術の影響で思うようなプレーができなかった斉藤ですが、2002年にシーズン4勝を挙げると、翌2003年には熾烈な先発ローテーション争いに勝ち先発ローテーション入りします。すると驚異の先発16連勝を記録するなどして、最終的に20勝3敗防御率 2.83 という成績を収め覚醒したのです。最多勝、最優秀防御率、最高勝率、ベストナイン、沢村賞などのタイトルを総なめにし、チームのリーグ優勝、日本一に大きく貢献しました。その後も斉藤は2006年に平成唯一の投手5冠を達成するなど、目まぐるしい活躍を見せてくれました。岩隈久志。1999年ドラフト5位で近鉄バファローズに入団した岩隈は、2002年から先発ローテーションに加わり8勝を挙げ頭角を現します。翌2003年、2004年はともに15勝を挙げチームを牽引していたのですが、この年に起こった近鉄とオリックスの球団合併がきっかけでバファローズを去ることとなります。オリックスでのプレーを拒んだ岩隈がトレードを希望したのです。球団との度重なる話し合いの末、岩隈は楽天に放出されることとなりました。新天地での楽天では故障が続いたことや二段モーションの禁止など不運が重なり、2005年から2007年までは思うような結果を残せませんでした。そして2007年オフに右肘の手術を受けて万全を期した2008年、岩隈は調子を取り戻し始めます。前半戦を19試合先発し、両リーグトップの14勝を記録し、8月には自己最多となる16勝目をマーク。最終的に21勝4敗防御率 1.87 という素晴らしい結果に終わったのです。チームの最終順位は5位と振るわない結果となりましたが、岩隈はシーズン全65勝のうち約3分の1の勝利を挙げ、圧倒的な存在感を示し、沢村賞、最優秀選手、ベストナイン、最優秀バッテリー賞など主要な賞を独占したのです。
田中将大。高校時代甲子園で斎藤佑樹との投げ合いを演じ一躍有名となった田中は、2006年のドラフト会議で4球団競合の末、東北楽天ゴールデンイーグルスに1位指名を受け入団します。1年目から11勝を挙げ新人王に輝くと、3年目となる2009年には15勝に到達、2011年には19勝5敗という素晴らしい結果を残しています。そしてメジャー挑戦前の最後の年となった2013年には数々の伝説を作ります。開幕から連勝を重ねた田中は勢いそのままにシーズンを通して活躍し、24勝無敗、防御率 1.27 という前人未到の記録を打ち立てたのです。その結果チームは初のリーグ優勝を決め、日本一にも輝きました。また田中の連勝記録は前年から数えれば28連勝、さらにポストシーズンの2勝を加えれば30連勝となり、いずれもギネス世界記録に認定されています。先発投手が6イニング以上を投げ、かつ3自責点以内に抑えた時にはクオリティスタートと記録されるのですが、田中のクオリティスタート率は驚異の 100% という数字を残しています。つまり田中は先発で6イニング以上投げた試合で全て3点以内に抑えているのです。他にも5月から9月までの5ヶ月間連続で月間 MVP を受賞というプロ野球新記録を残し、年間の MVP でも48年ぶりに記者投票で満票で選ばれました。また沢村賞の選考に至っては満場一致で田中を選び、わずか10分で選考が終わりました。2013年は数々の記録や賞を総なめにした田中の年と言っても過言ではないでしょう。西本隆。江川卓と共にエースとして巨人の一時代を築いた西本は、左足を高く上げるダイナミックな投球フォームで人気を集め、内角をえぐるシュートを武器に1980年から6年連続2桁勝利をマークします。1987年にライバルとしてエースの座を競い合っていた江川卓が引退すると、翌88年はわずか4勝に終わってしまいます。年々数字を落としていた西本に対し、誰もが復活は難しいと思っていましたが、翌89年に移籍先の中日で西本は覚醒します。なんと移籍1年目の1989年に20勝6敗、防御率 2.44 という素晴らしい成績を残したのです。長年抱いていた巨人への反骨精神からもう一度スターへと返り咲き、自身初の最多勝のタイトルを獲得することとなったのです。斉藤正樹。西本が最多勝タイトルを獲得した1989年、もう一人最多勝のタイトルを獲得した人物がいます。それが巨人で活躍した斉藤正樹です。1989年から1990年代の巨人投手陣を支え、平成の大エースと呼ばれた斉藤ですが、もともとインコースに投げるのが苦手で9割近くをアウトコースに投げていました。捕手の中押しからの助言もあり、徐々に内角にも投げれるようになると、その才能は一気に開花します。1988年6勝3敗だった成績が、翌年1989年には20勝7敗という驚異の成長を遂げたのです。すると翌年の1990年には20勝5敗という前年を上回る成績を叩き出し、2年連続で20勝という快挙を成し遂げました。この年の斉藤を最後に2年連続20勝を達成した投手は現れておらず、いかにこの記録が常人離れしたものなのかがわかります。今後この記録に並ぶ選手が現れることに期待しましょう。いかがでしたでしょうか。この動画が面白かったと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。